さあやってまいりました。本日も動画のお時間でございます。こんばんは、みなりゅうでございます。本日は10月に入って2冊目に読了した小説がございますので、そちらの紹介をさせていただきたいと思っております。それでは早速まいりましょう。ご紹介いたしましょう。その小説がこちらでございます。ででん、夏目漱石のグリジンソーです。なぜこの小説を読みたいと思ったかというと、今年のね、何月頃だったかな、ちょっとど忘れしちゃいましたけど、俺ツイキャスで坊ちゃんの朗読をしたんですよね、最初から最後まで。でそれでこう漱石の作品に対するイメージっていうのが結構ガラリと変わって、坊ちゃん以外だと俺は心を読んだことがあったんですけれども、心が割とその重いお話だったんで、まあ、なんかやっぱりその昔の作品っていうだけあって、こう今の小説とは違うんだな、やっぱ小難しいというか重苦しいというかっていう、すごいねマイナスなイメージがあったんですよ。でも坊ちゃんがもうご存知の方はたくさんいらっしゃるでしょうけども、本当にもうねドタバタ痛快コメディみたいなコメディとまでは言いませんけど、本当にこう心とはまるで違った作風というかお話で、すごい読んでてね楽しかったんですよ。でこう漱石もこんなお話書けるんだと思って、もっと漱石知りたいっていうんで、まあ、次に何を読もうかと思った時に、このグビジンソーね、割とねボリュームあるんですよ。もう漱石の作品の中でもトップレベル、多分妙案とかなんかあっこら辺ほどではないのかもしれないけど、かなり上位に入ってくるぐらいの分量の多さだと思って、で割とね熱い本ってなんだろう、読む意欲かきたてられるんですよね俺。あんまりにもこうグワッて分厚かったらちょっとうーんってなるけど、こんぐらいがちょうどいい厚さですね。あ、読んだるぞみたいな、そういうこうモチベが上がる厚さだったので、これを買っておりました。ではまあ大体どんなお話かっていうのをですね、ざっとご紹介したいと思います。今日は久しぶりに読書ノートの画像を出しましょう。はい、いきますよ。はい、さあ出ましたでしょうか。こちらのグビジンソーはですね、まあ最初、一番最初ですね、この河野くんと宗近くんって2人の男性が京都の比叡山だったかな、に観光に行ってるシーンから始まります。で俺最初この河野くんが主人公だと思ってたんですね。まあ、っていうのが、まあ、そのなんとなくこう読んでて、まあ、漱石も読者に河野くんが主人公って思ってほしいのかなっていうふうに書いてるような気が俺はしたので、あ、これは河野くんが主人公の話だと思ってたんですよ。ただずっとこうね話を進んでいくにつれて、こうなんだろう、主人公というものがいろいろなこう考え方があって、そしてまた物語の中でいろいろな経験をして、そこからこう成長 していくというか、こう何かそのいろんな出来事を経て何かを成し遂げるというか、まあ、なんかそういうこうね、一番その登場人物の中で紆余曲折が激しいのが主人公というのであれば、俺はこの作品の主人公は河野くんではなくて小野くんだと思うんですよね。でまあこのね、あの読書ノートの図を見ていただければ分かっていただけるかとは思うんですが、これはねかなりドロドロというかした恋愛模様が描かれております。この宗近くんですね、宗近くんは、河野くんの妹の藤尾さんがまあ好きと、まあ、好きというかその、まあ、河野くんのお父様がですね、こうもうお亡くなりになってて、でその生前河野くんにその金時計をあげるっていう約束をしてたんですよ。でもその金時計っていうのはもう今藤尾ちゃんがもう自分のものにしてもすごく大切にして持ってて、
まあ、そのお父さんもおそらくもその金時計あげるっていうのはイコールも不二雄を宗近くんのお嫁さんとしてあげますせみたいな、まあそんなニュアンスだったっていうふうに宗近くんは思っております。で、片やですね、その小野くんはですね、小野くんが本当はですね、いいなずけがいたんですね。もう小野くんっていうのはものすごく、まあ不幸な生い立ちで、こう親戚中をこう、まあたらい回しというか、とにかくまあ人に頼らないとこう生活できないような境遇の人だったんですよね。それである時、まあ、京都にあるね、まあ、井上古道っていうね、まあ、あの書いてるとは思いますが、古道先生っていうところにこうお世話になるわけですよね。でそこの古道先生の娘さん、さよこさんっていうんですけれども、まあ、そのさよこさんとこうええ感じになってですね、で、まあ、井上先生もまんざらではないわけですよ。で井上くんはもうめちゃんこ優秀で、でその大学の時とかにですね、その論文をこう書いて、それがこう天皇に、まあ、認められてというか、まあ、目に留まったというか、それでこう天皇からこう銀時計をね、ええ論文書いたのお前っつってこう渡されるぐらいのすごいこう優秀な人だったんですよね。で小野くんはそういう約束が、井上先生との約束があったんですけれども、まあ、その京都からまた江戸に戻るわけですよね、その修学のために。で戻って、その間がちょうど5年間あったんですよね。京都を離れてから5年間の間でこうね、不二雄ちゃんとこういい感じになっちゃうんですよね。うん、で不二雄ちゃんっていうのはものすごいこうもうプライドが高くてわがままで、もう男をこう自分の手のひらにコロ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 転がしてみたいな今風に言ったら結構な悪女ですけどね、まあ、そういう子だったんですよ。でね、まあ小野くんも割とそのもう不二雄ちゃんには頭が上がらないようなところがあって、まあ惚れた方が負けとはね、幾千年の昔から言うもんですか、まあそんな感じで、まあ不二雄ちゃんにとってもまあ都合がいいっつったらあれですけどね、まあ御しやすい男で、なおかつ自分のことを好いてくれるっていう、まあとにかくそういう感じで、まあドロドロしてたんですよね。でまあある日こう井上先生がね、小野くんに手紙をよこすんですよ。っていうのが、わしらそろそろ江戸というか、江戸じゃないですね、もう東京ですね、東京に行くでみたいな、面倒見てやっていう手紙が来るんですよ。ってなると、あの小野くんはやっべ、これ井上先生、これ本格的にこれさよこちゃんと俺くっつけようとしてんなっていうので、気が気じゃないわけですよ。でどうしようどうしようどうしようってなってて、まあ、それからこう話が進んでいって、最後っていう感じでお話が終わります。詳しく言ってしまうとネタバレになってしまうので、まあ、言わないですけれども、まあぜひ興味が湧いた方はですね、読んでいただきたいと思います。でですね、このお話を、まあ、読み終わった後に、まあ、漱石は何が言いたかったんだろうっていう、このね作品を通して何が言いたかったんだろうっていうのを、まあ、漱石自身もね書いてあるんですよね、本当に最後の最後に。まあ、この作品の中でかなりその、まあ、特に宗近くんと河野さん、河野くんですねの2人が言ってるのは、その第一義を重んじろ。第一義っつうのは何かっつうと、まあ、今風に言うとそのまあ道義なんですよね。道義っつうとこう、まあ何でしょうね、こう筋が通ってるっていうか、ちゃんと筋を通して生きなきゃいけないっていうような、まあそんなニュアンスで合ってると思うんですけれども、まあその道義に関してね、ちょっと漱石がもうこれはその作中でも作者が言っていることとしても書かれている場所がございますので、ちょっとそれをですね抜粋してご紹介したいと思います。道義に重きを置かざる万人は、道義を犠牲にしてあらゆる喜劇を演じて得意である。ふざける、騒ぐ、欺く、長老する、馬鹿にする、踏む、蹴る、
ことごとく万人が喜劇より受くる快楽である。この快楽は性に向かって進むに従って文化発展するがゆえに、この快楽は道義を犠牲にして初めて享受し得るがゆえに、喜劇の進歩は停止するところを知らずして道義の観念は日を覆って下る。道義の観念が極度に衰えて性を欲する万人の社会を満足に維持しがたきとき、悲劇は突然として起こる。ここにおいて万人の目はことごとく自己の出立点に向かう。初めて性の隣に死が住むことを知る。みだりに踊り狂うとき、人をして性の境を踏み外して死の圏内にいらしむることを知る。人も我も最も忌み嫌える死は、ついに忘るべからざる永劫の感性なることを知る。感性の周囲に朽ちかかる道義の縄は、みだりに飛び越ゆべからざるを知る。縄は新たに張らねばならぬを知る。第二義以下の活動の無意味なることを知る。しかして初めて悲劇の偉大なるを悟る。っていうふうに漱石は本当にもう物語の最後の最後に述べています。まあ、これはまあ俺がこう受け取ったメッセージとしては、こうなんだろうな、快楽、そうですね、こうなんか何も考えずにホケーとしてこう自分の楽しいと思う欲望のままにこういろいろいろバーって遊んだりなんだりいかんだりしてても、結局のところ何も得るもんがないと。そんな時にこう悲劇にぶち当たって、そして悲劇っていうものはやはりこう人に何かを与えるというか、残すというか、学ばせるというか、まあ決してね、そのこう快楽が何も学ばせないっていうわけではないとは思うんですけれども、まあ確かにこうめちゃんこうヤッホーイってこう喜んだりしてる時と、ズーンって沈んでる時って、何かこう得るもんがあるかったら、間違いなくこうなんかズーンとしてる時の方が得るものが多いような気はするんですよね。なんでまあそういうことを言いたかったのかなと思ってはいるんですが、どうでしょうか、漱石研究家の皆様、この解釈が合ってるんでしょうか。なんとなくまあその解釈というか捉え方で間違ってはないんじゃないかなと思いますね。なのでまあその道義ということをまあ忘れずに、人の道をこうまっすぐ歩いて行くんじゃよみたいなことだったのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、まあ、その作品のまあいつもだったらね、そのあらすじをさらっと紹介して、まあ、どう思ったかみたいな感じの紹介にとどめてるんですが、まあ、ちょっと今回はまあ思うところがあって、ちょっとだけ入り込んだところまで考察というかお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。まあね、漱石ってすごいね、こう美しい文章を書くんだなっていうのがね、割とこう初めて思ったんですよね。まあ美しい文章を書くっていうのは、まあ、三島由紀夫のあの午後の栄光を紹介した時に、もうめちゃめちゃこの人綺麗な文章、美しい文章を書く人だってまあ吐き散らかしてましたけれども、まあまた漱石も三島と違ったこう美しい、綺麗な文章を書く作家さんなんだなっていうのがね思ったんで、それだけでも読んでよかったなと思います。はい、これからも漱石の作品はですね、機会があればというか、まあ俺のお眼鏡にかなう状態の文庫本があればですね、まあ、安いですしね、じゃんじゃん買っていきたいと考えておりますので、またね読み終わった時がございましたら動画を出しますので、お楽しみにしていただければと思います。では
また次回。最後までご覧いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そして素敵なイラストを描いていただいた矢倉ゆずるさんの情報もこちらに明記しておりますので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。